はい、で僕今回でまたライフイズストレンジ2をねやっていこうかなと思います。前回はあのあじいちゃんばあちゃんちで、まあ、楽しく過ごしてたんだけどあのまあいろいろあったけど、まあ、ざっと言えばまあ警察にバレて、まあ、当初の予想通り、まあ、警察が来てさ家にで逃げざるを得ない状況になって、まあ、逃げたとでまあ俺の選択のせいでキャプテンが あの警察のパ,パトーカーに引かれちゃったっていうねもうなんか <laughs> ライフイズストレージそんなに選択を大きく影響したっけちょって思わされるぐらいなむしろライフイズストレッジの時あるのかないい選択選んでたのかな,なんかすげえねー後悔してるわであのー、電車でメキシコに向かうってところだったんだけどなんか今回のショーからなんかね事件の3ヶ月前なんだよこれ そうこれあの巻いた家シアトルの家なんだよ家なんだけどみんなと行くのが待ちきれねえそうとりあえず事件の3ヶ月前に戻りましたとあのお父さんが亡くなったもう時間が戻るときはねライフイズストレンジ結構ねいい演出してくれるから <laughs> 期待したいなと思うわこれ 父ささんに見つかったら殺される薬脱やってんなちゃんとと隠しとこうちょっとアメリカンだねまあ日本よりはね多分行くみ明か、あれだろうな。アウトローというか、イメージあるよなやっぱ。あんまり薬やってる高校生ってそんないないだろう多分日本人。い,い,いそんないないだろうってもおかしいけど。 明日貯水池、貯水池で泳ぎたい人。バーカ。ショーマー行くよ。素っ裸で。そもそも泳げねえだろ。でかいフェンスがある。飛び越えるんだよ陸上選手さんよ。貯水池で泳ぐとかやめ,やめとけよ。もう汚ねえだろ、普通に。あ、加工ね。けすかいいじゃん、決まってるよ。まあ、一般人かるのらどうかと思うけどね。 インスタグラムやるやつ全般に当てたメッセージです <laughs>。可愛い、かっこいい、別として、一般人がやるの？だせライラはいつも誕生日プレゼントをくれる。日常のさ、楽だ。なんだろう、日常の。まあ、俺、やったんだけどさ、日常のおしゃれを取る分にはいいけどさ。バチバチに決めんのはどうかと思うんだよ。嘘ばっか書いたけど、電話代と遊ぶ金は必要だ。ね、一般人がね。 3.5です未来の若者のプロジェクトのカースティーロ先生からアルバイトを募集していると伺いました地区のガレージでカスタマーサービス仕事をしておりあお父さんが言ったのかなえー、あでもショーン・ディアスってことはあれか自分のなんか履歴書じゃないけど、はあ、パースが秀ちゃんと教わりたいな そう事件の3ヶ月は何が起こるんだろうな、まあ、多分予想は母さん関係じゃないかなとんか母さん関係ちょっと進展するんじゃないかなとお父さんは多分住んでもしゃあないからなんか母さんの関係がお父さんには悪いけど車よりスケボーだな断然ってことはこの世界線でお父さん生きてるもんなもちろん。 あのねアクセサリーはねちょっと探さないにしてるわもうめんどくさくなってめんどくさくなってちょっとんなんか今出たなパーカーせめてさ洗濯かごの中に入れるぐらいしようやパンパンだけどさパンパンだけどパンパンだけどさだらいよ誰か ああふざけやがってどこだよ <laughs> ふざけではねえよ別に東大は元暮らしじゃないのでもこれ汚たなやっぱなあっいいちなんかナルトっぽいヤツなんじゃナルトっぽい,っぽいあ日本語書いてる車車ふふふふなふこれ 車、車。いや、多いわ、調べられんのが。トイレットペーパーのシーン。でもね、わかるわ、俺も。無駄になんかね、ゴミでなんか作れるんじゃないかと思っちゃうんだよな、俺も。先生、じい切る親御さんと面談に来てください。点数悪すぎて面談になるって結構やばいな。 へえ。ダニエルも隅に置けねえなライラも喜ぶぞ嬉しかった優しいね大好きだよダニエルいいねかわいいダニエルの誕生日に書いたやつ喜んでくれたなあベアベアなんとかかノアの家が離れててよかった入り浸られたら頭がおかしくなる。ノアって誰だ キモキモい人形ってなんだろうと思ったらキモあっあお母さんじゃん多分これうう車車って気になるなえー、これ秘密基地いいないいなこの部屋ライラのプレゼント うん、<laughs> ダニエルのやつプロポーズする勢いだったな <laughs> エラリンチによく持ってったな <laughs> かなり前だけど三ヶ月前だから多分そんななんかでかいこと起こんないと思うんだけどなゲームからブロック遊びに逆戻りするとはな。何が起こるんだろう昔女の子にあげようとしたやつ結局ダニエルにあげた <laughs> イエティーか。 この部屋は調べないんだな、うん。寝る前に絵本って年でもねえだろう。カプセイ、隠れつそばだよな、これにも。気のせいか。冷蔵庫なく、お前、おい。バーベキュー用品。前回のバーベキューは散々だったらしい。次にやるときは。 俺も参加したい,いやーやっぱ時間これやっぱね回想シーンの時のライフ・イズ・ストレジートは強いからねやっぱプロデューサーの腕が光ると思うぞ何があるんだ気なんなダニエルも大変だけど俺もいつもやってて知らんねんだダニエルあれだよな前の世界では割と正解率高かったよな勉強頑張ったのかな俺がその場にいたら切れてたらてうん 人友人が遊びに来ていたとき、あなたはに警察を呼ばれた件で連絡しました。どうでしたし、パーツ、パー、大したパーティーでありませんでした。音量下避けてほしいと言ってくれるだけでよかったです。何あなたは、あー、これはあれか。隣人がちょっと迷惑を超いてたのか。うちらがってよりは。他でも部屋、これ、父さんの部屋逃げてんじゃないの。まあ、じゃあ、ここ大丈夫かなじゃあ。 いるじゃん。<laughs> なるほどね。こっちじゃないよってことね。あまあこうでもないと思うけどね。音的に。どこ行ったんだいや、まあ明らかに父さんの部屋から聞こえたぞ。そう,そうだね。ショーンイヤホンしないもんな。になったコンパクトだな じゃあ、あ、いいきななりね、くくても面白くないからまあ、兄弟ってね、結構それんだ <laughs> 兄、兄弟な兄弟兄弟部屋に入んなって言っ兄弟兄弟兄弟ぽいな。当然だ 何してんだ自分のせいじゃん、バカ何の騒ぎだまた喧ンか。満足か。なんだよ、よせいい加減にしろ。ショーン何があった言うんだ。違う父さん <laughs> ふざけてただけだってマジで のせいだいっつも怒るし嘘つくんじゃねえクソがやめろ二人ともいい加減落ち着けよ父さんなあここはお前たちだけの家じゃないんだいいなちゃんと父さんじゃん俺ももう我慢の限界だ,もも限界だ大丈夫かショーンと話があるお前は部屋にいろゲームは禁止だぞ 俺のせいじゃない。まあ話を聞こう。意味わかんねえよ。臭 <laughs> <そ>い,い。おいおい。やつ当たりとはな。気はすんだか？うん？<笑><笑>うるせ。どうぞ <laughs> パパー。信じないくせに。いい父さんじゃん <laughs> なあ。なんて。 っかってっからああお前を頼りにしてるんだ、俺だけじゃ。限界がある。お前が必要だ。モりが嫌なのわかる。もうュロだ。プライベートも自由も欲しい。コイか。わかるよ。でも、俺らは仲かだろ、責任も分配しようぜ。お前はあの可愛いクソガキと違って。 もうすぐ大人だ分かってるしちゃんと面倒だって見てるつもりだよでもあいつ言うことは危なすぎて違う違うそういうことじゃないよ昔のお前もなそれにお前も弟が生まれるまでずっと甘やかされてきたろまあまあそうだな好きな身かもしれないが俺たちが手本にならないとあいつも ああ、そのあれか、家族か。ああ、わかった。スーパニーケ目指して、頑張るよ。そばにいてやるだけでいい。今みたいに。えへ、セスミホ。キュスペイン語。<laughs> やめてよ。キュニスペイン語。 お前らは俺の自慢だ宝物って言ってよ父さんちょ宝物はちょっと嬉しかったなちょっといい父さんじゃん二人きりにしてから優しく接してくれるんだからダニエルがいる時は厳しく接するけど お父さん、この部屋から出られないんですかお父さん。あ仲直りする。行きましょう。愛の姿見せるしかねえな。愛としてやっぱり潔いとこ行くか行くしかねえよ。ダニエル、入っていいか。悪かった。めっちゃ入るじゃん。普通に。 ゲームすんなって言われただろ、お前。ゲームはしてなかった。あ、キモい人形なんか青くなってんね。なにこれ説得する。キモい人形であパペットマペットすんのパペットマペットするじゃょこれ絶対。やってやるよ、パペットマペット。そっちかい。 すごい欲しがってたから俺が取ったんだよな射的でお父さんにうつの助けてもらって、ね、っペットマペットじゃないのも,もらえたのは俺のおかげだろ <laughs> ほっといてそう人形を持ってさ後ろからさそれになりきるんじゃないのそう思って俺やったのに何自慢してんだよ俺が取ってやったんだぞみたいなそういうことじゃないよしょ 全部いけるな。でも見たいしな。だから、でもあれだな。あんまりすぎるとなんか、普通に、なんか <laughs>、切れて終わりそう。えまぁ、あ、絵はでもなんか描いてあげたみたいな展開なりそうだからな。人形と一緒で。これはほう雪男のボービーだ触らないでって言われそう。それもショーかい。てかさん、そんな優しい兄貴。 なかなかいねえぞが、そうだぞダニエル兄貴を許してやれよちょっと俺の予想が近づきな違うよなんでまだいんの人形を顔のとこに持ってきてさごめんなさいって言うんだよ分かってないな自慢してんの これ懐かしいなお前が欲しいから <laughs> 父さんがお,お下がりなんだもうんかわいそう電池切れもう聞こえないあやっぱかわいい弟だよな本んなんかやっぱちょっとインテリジェンスというかさなんかほんとほんと当,当意味でクソガキじゃないじゃん全然かわいい方だろうえ 誰が書いたか知らんけどすげえじゃん <laughs> おい、ダニエルむくれるでないスペースウォリアーなら堂々としろうだぞ敵は兄弟だ強くあれ立ち上がる。もうセリフ出てこねえうるさい、もう行って変えてんじゃねえかっといてよあ、近づいたねだいぶ 先生うん、ちょっと余裕持って接してる感じやっぱさローディングやめろよ <laughs> ちょっと余裕持って接してる感じやっぱ兄貴としてちょっとやっぱ一枚上手だないじけてないもんなも気持ち切り替えられてるもんなショーン でいつ作った先月クオリティ高。お父さんがいろいろ一人でできるようになれって、うん、ショーンがあんま家にいないからはい大げさだな家出るわけじゃねえぞ似たようなもんじゃん全然会えないしゲームも何も一緒にしなくなったあそ友達と遊びに行ってんのかダニエル 俺だってたまには友達と遊びたいんだよ。あと何年かしたら、お前にもわかる。嘘だ。大人なんて、つまんない。<laughs> 返すえとってごめんね。これのために。ただの時計だぞ。先週行ったじゃん。 僕に買ってくれるって。でも。<ー>それっきり。いつもそうだ。可愛いな。<laughs> 可愛いとかあんじゃんああ。お前にやるよ。わあ。あ、ありがとう。超嬉しい急。急にネイティブだなお前。おい。一生大事にする。わあ。って言ったね今。あ。まさか、相当系が。 帰ってくるところ現世にこの時を大事に持ってんのかダニエリまだにかこの時計が何かあれだよな壊れるかなんかするんだろうな分かったぞライフ e is s t r あっ照準当たってるねあ戻ってきたな ちょっと脇が黒ずんでんな。<laughs> 脇毛とかじゃなくて黒ずんでるな。え、でもなんか。賞もつけてんじゃん。え。え、あの辺じゃない、これ。 うな、ん、やっぱそうじゃん当たってた様子をあの女の声じゃんって言ったけどさエピソード3始まった時にダニエルの絵 <laughs> 全然似てねえもっと可愛いわ目標コーヒーを注ぐ見えてんなあの女の声だなと思ったけどやっぱ、うん あいつに会うのか、あいつらにまた早かったな再会がえてかお前髪伸びただえ結構時間経ってんのかまさかなんかビーバークリークにいたのが嘘みたいだ、うん、あ結構経ってるくせえぞこれ。 クリスには無事でいてほしい。本当にいや、もう俺が救えなかっただけだって。マジで申し訳ねえ。一生、うん、大事にするんじゃなかったのか。いや、この時がなんか起こすんだろうな。多分ダニエルはこれを何度も読んでる。あ、これね。あの人は信用できないって言っても。聞かないんだ。<laughs> でも多分あのお母さんとのエピソードもあるんじゃないかな、多分。で俺ら分かってないじゃん。どれだけお母さんが嫌なやつ使って。あと一行きの金がまる、うん、めっちゃ金増えてんじゃん。まさかあの二人に再会するとは。運命っ、てやつかなあ再開して一緒に旅してんのか。なるほどね。あ、うん。 俺も大人の仲間入り。ってことでいいだろう。ダニエル大丈夫か結構合わないんじゃないか結構やからだからな、こいつら。良くも悪くも。ダニエルにちょっと心配では、ちょっと変な子にならないか やボスケ、よく寝れたおあ,ああ、うんまあああありがとう。そう。だ、だ、だ、誰よかった。じゃあシャワー浴びてくる水があるうちに。誰ああ,あ, <laughs> あ。じゃあまた誰いっぱいいるじゃん、なんか人を。えじゃん朝飯だぞ。 声で笑わせいくんだよいや声で笑わせ行くんじゃんあなんか盗賊団ですよちょっと聞こえ悪いけどなんかあれなのかいろいろフィンはだらしないけどたくましいだらしねえな不思議なやつだな絶対ピザをそのまま置いちゃいけない環境だろうどう考えてもえテントの中調べてるやつ嫌なんだけど普通に

純粋そう。ダニエルの将来が心配だわ。フィンが列車に飛び乗るコツを教えてくれた。うん、この地図はバイブルなんだってさ。うん、タギング用のやつか。お腹すいちゃった。てか。じゃあ、あの電車に乗ってきて、まあ、どっかで出会って。そっから一緒にってことかな。 何これ何枚持ったんだ入る糸はなんか物のい的なマジか俺よりらしない信じらんねぇこれがあれかなフィンが男でキャシディは女かあの子俺よりも朝が弱いよなぁだが覚えてないんだよもうまあこんな再会早いと思ってなかったからこういう気好きだな 昔からあるどだ,だ、バカでけやく <laughs> すぎじゃん。広 <laughs> ちょっと待って、ああ、キがハれた。よかった。え広ローくねはい。いいね。ポスター。よ行方不明者がこんなに。 <laughs> あーまあ、でも、そっか、歴史校とかって、やっぱ、そうか。クソ寒い中。みんなで何度か泳ぎに行ったな。いい思い出だ。で、友達増えたんだな、こうやって考えると。あんたの彼氏。寝坊か。<laughs> <laughs> うん。また、すいすい。そうよ、熊を見ないの。ゃ、何ゴミがあるのに。<laughs> 何人いるんだ、これ,それがいい。あの野郎に起こされたんじゃ、たまらん。 ジェイコブ。今日、何日だっけ。十五日。いや、十六か。いや、これ、普通にでも。ジェイクのテントはいつも片付いてる。性格が出てるな。本も結構あるね。普通にでも、なんか、ゴミも集めてるし、ねえ、貯水タンクもあるし。俺の番か。今晩、シャワーとキッチンの水を補充しないと。結構、生活レベル高そうだな。 よう、ジェイク。ション、おはよう。開いてんの。<laughs> 目が綺<き>麗 <laughs>。妹のバースデーカードだよ。綺麗。笑うなよ。心も綺麗。うん、いいな。どうしようダニエルと同じ九歳だよ。綺麗、ね。<きれ> <laughs> ああ、すごくね。君がいつも弟といれるのうらやましいよ。 うだな。あ <laughs> <laughs> あ、ダニエルミリアガダロシシうンキミタイデーオレニューンザリステルンダヨコドモダシムシステルバイオテクルスチコミタメカノムシビノコトアドバイスモライな。イカ <laughs> なサヨナラジャーアイモトダシ好きなものは君を思ってる 名前の周りにあるとでもこれなんか一つだけ違うな,なんか他二つと提案なのに一つだけあれだなあーなんか今度買ってやるよ的なね妹は何が好きなんだアニメとかゲームとかあと子犬絵描くよアルキサンダーっていう鶏を飼ってて <laughs> 可愛がってるけど不気味なんだよな <laughs> <laughs> じゃあそのニュアトリ書いたらいいんじゃないかいいね僕が書くと <laughs> 不気味さが増しそうだけどとにかく <laughs> ありがとう。めっちゃ綺麗じゃんお前,の前に仕上げなきゃ遅刻したらビッグジョニーに怒られる俺もな何でお前じゃあまたこのメンツに合ってねえお前本当にありがとうな大学にいるー すげえ賢いやつじゃん見た目賢い賢いなんて言うんだろガリベンとかじゃなくてなんか普通になんかこう学びを充実してる感じのやつじゃんなんでこんなアウトローにいるの心配だわえてかなんかどうしようなんかイベント起こしたらこれ絶対進まないんだよなあそこコーヒー入れるって書いてたな まあちょっと一旦切るかごめんちゃん一旦切るわうんちょっと多分絶対切り悪くなるからおまくいったん切るわじゃああざした